ブレインクゴーガとはマシン同士を激しく戦わせる新世代バトルホビーである。ブレインクゴーガカスタマイズ講座デュエルホーク編。よい子のみんな、この動画では今話題のバトルホビーブレインクゴーガのカスタマイズを紹介するぞ。まずはこのサイクロンホークについて。ストップ、ストップ、ストップ。これいきなりすぎて見てる人誰もわからないよ。ちゃんと説明してよ。一応冒頭でしたよ。ダメダメダメ、もう足りないよ。ブレインクゴーガはマシンのバトルです。え、それだけなの？ルールもっとあるでしょ。おい、これからだよ。ルールはこれから、これから。ルールはこんな感じです。 NO！ これは誰がわかるんだよ。もう後で編集してもらうから、とにかく喋って。では気を取り直して。ルールは簡単。勝利条件は3つ。相手をひっくり返して3カウント、場外へ弾き出してリングアウト、相手の動きを停止させてウォーターブレイク。3ラウンドで先に2ラウンド先取した方が勝ちっていうわけさ。おお、分かりやすいね。本当の格闘技みたいだね。そしてそして、ブレイク後は何といってもカスタマイズ。5つのパーツを組み合わせて最強のマシンを目指すことができるんだ。カスタマイズできるの？すごいじゃん。そこで今日ご紹介するのがこちら。おお、なんだか通販ショッピングになってきたね。このデュエルホーク、出来上がったものがこちら。ドン！もう一つかよ。いきなりカスタマイズ、後だよ。でろ。これは、ゴーガカスタムシリーズから出ている、デュエルホークという武器パーツだ。2本の爪でアタック。正面攻撃チャンスも2倍になるんだよ。なるほど。2本の爪でパワーアップだね。しかも、重たいから安定感も出るよ。さらに、これをワンタッチで付け替えることもできるんだ。わお、very easy。 とっても簡単。早速バトルしてみたいよ。 OK、 レッツブレイクゴーガー。イエイイエイ、頑張れ頑張れ頑張れ、くがせ君に倒せ、投げろ投げろ、頑張れよ。ブレイク、ワン、ツー、スリー、 KO。 やったー。武器の重たさで安定感が増したよ。正面の敵に先制攻撃ができるのもすごくいいね。その分短い爪は相手に掴まれたりして弱点になることもあるんだ。おすすめカスタマイズはこれ。サイクロンホークのボディとカスタマイズすると正面攻撃チャンスが2倍になるぞ。よし、カスタマイズしてもう一勝負だ。負けたらとっても痛い失敗だよ。みんなもカスタマイズしてみてね。バイバーイ。